おはいよう、アウトギアマネクススティーブです。これから Six Moon Designs のオワイヒ e ー a r ーを紹介したい。このタープは2人用のもので、タープと床もついてる中に。両方一緒は9 0 0ムぐらい。もし床通ったら、タープだけを使いたい言ったら、それ7 0 0ムぐらい。もっとオルトラライトできます。これは大きさ2人用のやつでも、でもコンプレスすると、まあ半分ぐらいの大きさになる。 これからちょっと一回設定をしています。タープは2つのドアあるから、こっちからこれ、こっちからも入られる。テンショナーがある。<laughs> 4つの角で。から、ペーグを入れる前にを、テンショナーを一番長くした方が、設定は。 簡単順番はあんまり関係ないこれちょっと四角っぽいの設定でまあとりあえず僕今回は最初の前の2つのこれから後ろの方 その角をペグを入れる4つの角をペグ入れたら今度はポールを入れるこのテントは2つのポール使う 自分のトレッキングポールか Sixman Designs のカーボンファイバーポールもありますポールを入れる場所はポケットみたいにありますこれを間違えないでそのままでルナイロンに入れたら穴になるからちょうどポールストックはこのポケットみたいなところに入ります ペ,グ,ペグを入れるところはこのラインのループのところに入れるこっちじゃなくてこっちに入れるこれもテンショナあるドアをテンショニングできるもし違うあっちのこっちのドアを入って張りたいったらこれが取れるでこれじゃなくてこれか向こうのドアをクリップできる はい、もうできた。もし練習するだったら、まあ大体2分ぐらいでできるよ。今回は、フロアがついてる。 この床を使いたくなったら、このクリップを取ることだけで床は取れる。まあもちろん全部の角、4つのポイントで。もし取ったらもう一回つけたいやったら、こっちのループとこっちのフッククリップ、はい、つなげて、これから床のテンショナーをすると、バースタブフローが高くなる。 あとは買うときはこのリペアキットある。あの、糊とかグルーとか入ってないけど、もしスクリーンとか穴開いたら。あとはプラスアルファのストリング、ライン。ラインはこっちとあっちでつなげるところある。これ引っ張ったら、手の中にはすごい広くなります。でここで木とつなげるか、なんか枝みたいにこっちにつなげて下にスペグする。 でテントの中はもっともっと広くなるテントの全部外側には下にはこのメッシュは入ってるからそれは床がないものけど虫は入れないように全部チャック閉めたらもう360度のプロテクションがあります中にはこっち側はスクリーンドアみたいにないからすごい広く感じるですね これを閉めてからこっちのベスティビルとあっちのベスティビルは結構バックパックとか靴も全然入られる2つのドアあるから2人使う時は夜をちょっと出たいだったら友達の上から行けなくていい自分のドアで彼の自分のドアもありますこの下のノースイアムネティングあるこれもこの下にハイキングポールの下にも つなげたら、これトントになるんですねで。このネットは外側全部あります上はこっち側とあっち側はベントレーションが2つあるからあんまり結論にならないあとはセットについてるは上にはこのロープとテンチナーがあります あとはディジバッグ、もしカメラとか電話とか入れたいだったら、これも中にはもし洋服が濡れてるとか、こちらハンギングできる。これは分けてるで、3つのポケットみたいにあります。これワンタッチの点字にする。これだけで、こうになります。 6 designs no why top